予報センターから最新の気象情報をお伝えします。この後、西日本の日本海側を中心に大雨に警戒が必要です。早速現在の状況を見ていきます。こちら2時50分現在の皆様からのリポートを見ていきますと、この時間、夜遅い時間も岐阜県、そして新潟県から東北地方の南部にかけて、ゴーという雨が激しく降っているリポートをいただいています。レーダーの画像を重ねてみますと、現在梅雨前線に伴う発達した雨雲が東北地方の南部から新潟県周辺、そしてこの山陰の沖合にこちらライン状のまとまった雨雲があります。それぞれ東の方へと移動しているような状況となっています。でこの時間雨が強く降っていまして、降水量観測データ見ていきますと、新潟県内ですね、特に、下越地方を中心に雨足強まっています。1時間に10ミリを超える雨となっていまして、また東北地方の南部、福島県の二本松でも1時間に 12.5 ミリという雨になっています。でこれまで降った雨の量もすでに多くなっていまして、こちらは2時50分までの過去24時間の降水量となっています。特にこちら新潟県内、雨量多くなっています。佐渡のこちら両津ですね、こちらは 105.5 ミリという雨がすでに降っています。さらに土の中の水分量、こちらも多くなっています。土の中の水分量のデータ見ていきますと、先日災害のありました静岡県周辺、まだ土の中の水分量が多い状況となっています。これに加えまして、北陸地方から岐阜県にかけてですね、岐阜県日田地方にかけて、こういったエリアで土の中の水分量が多くなっています。すでに地盤が緩んでいることも想定されます。でこの後の雨雲の動き見ていきたいと思います。この雨雲ですね、それぞれ東の方へと移動しています。現在は東北地方南部、そして山陰の沖合とありますけれども、この後雨雲は東進を続けていきます。特にこの後注意が必要なのは北陸地方から山陰エリアということになります。この山陰沖にあります発達した雨雲がこの後福井県内、そして近畿北部から山陰エリアにかかってくる可能性があります。こういったエリア、発達した雨雲がかかってきますので、急に強い雨が降り始めまして、そして長い時間継続する可能性があります。そしてその後も強い雨に注意が必要です。こちら朝6時からの雨雲の動き予想で見ていきますと、この後西日本の日本海側を中心に強い雨の降りやすい状況を続きます。今日の特徴としましては、この強い雨が断続的に長い時間続きやすい状況となっているんですね。トータルの降水量が多くなっていきます。そして先日災害のありました静岡県熱海周辺ですね、こちらも注意が必要です。このまとまった雨雲の一部がですね、日中の時間帯流れ込んできまして、一時的にざっと強まるタイミングもありそうです。すでにこういったエリア、こう地盤も緩んでいますし、また雨が降りますと二次災害が発生する可能性がありますので、厳重に警戒をしてください。そして明日の朝までに予想される積算の降水量を最後にご覧いただきます。こちら見ていきますと、北陸地方から山陰にかけて降水量が多くなっています。多いところではこの後100ミリ以上、場所によっては150ミリ前後の大雨となる見込みです。そして明日8日以降もこの長雨は続きまして、10日頃にかけてこの梅雨前線に対する大雨に警戒が必要な状況となります。この後西日本の日本海側では雨が強まってくる恐れがありますので、厳重に警戒をしてください。そして10日頃までこの大雨続く恐れがあります。土砂災害ですとか河川の増水、氾濫などに十分に警戒をしてください。